どうもこんにちは、平山茂です。今日は3月8日月曜日の朝なんですけれども、私今から福島県に向かいたいと思います。出発地は名古屋でございます。現在時刻は朝の7時20分。それでは福島に向けて行ってまいります。相棒はこの日産の NV100 クリッパーバンのホワイトちゃんです。よろしくお願いします。行くぜ。さあ、まもなく有松インターでございますね。ここを左曲がって国道23号線に乗って、そこから伊勢湾岸自動車道に乗るんですが、見る限り渋滞しております。さあ、豊明から乗りました。高速に乗りました。ひたすら行きましょう。ひたすら。さあ、ここから高速に乗った時間は約8時3分ぐらいでしょうかね、まあ、8時に高速に乗りました。豊明インターから朝8時に高速に乗りました。さあ、最初の目的地はですね、東京の渋谷でございます。渋谷クロス FM というねラジオ局があるんですけれども、まあエリアはねすごい限られた小さいFM 局なんですけれども、そこでですね、知り合いの知り合いがお昼の12時から生放送をやっておりまして、ラジオのスタジオがですね、まあ、公開録画できるような形でガラス張りなんですね。道路に面したガラス張りのスタジオで収録しているので、そこにねちょっと見切れに行こうかなと。このラジオはですね、インターネットラジオもやっておりまして、まあ、全国どこからでもスマホでパソコンで生放送を見ることができるラジオでして、ちょっと遊びに顔を出していきたいなと思っております。もうそれが終わったらもうすぐまた福島に向けて出発します。まあ、滞在時間約1時間ぐらいだと思いますけど、ちょっとねせっかくなんで遊びたいなと思っております。いやー、楽しいな。本当に運転が好きなんですね。はい。11時40分でございます。東京料金所で支払いを終えました。おしっこがしたくなってまいりました。さあ、よっしゃ、頑張れ頑張れ。大丈夫大丈夫大丈夫ですよ。今日はね、福島出発編寄り道編ということで、内容を変更してお送りしております。平山茂の大丈夫だよ、今日も大丈夫だよって言っていきますからね。大丈夫ですからね、うん、ちょっと福島行く前にちょっと渋谷に寄り道しております。間に合うかどうか分かりませんが、前へ前へ進んでいきたいと思っております。いや、渋谷に来たんですけどね、ラジオが入らないですね。間違ってますか、僕。ここで届かないんですか、クロス FM は。うん、なかなかですね。渋谷駅に到着いたしました。まもなくスクランブル交差点でございます。
ランブル交差点を通過しまして、まもなく到着いたします。スタジオまで20メートルぐらいの距離でやっとなんか雑音がやっと雑音ですけど届かないか。あ、来た。あと15メートルぐらいなんですけどね、スタジオ。さあ、ちょっと車を止めましょうかね。ラジオも無事にね、生でガラスの外側からですが見ることができたのでミッション達成でございます。それでは福島へ向けて出発いたします。さよなら東京。スクランブル交差点を左折します。そういえば車ちょっと後ろ寝れるようにちょっと布団積んでおります。非常に天気がいいでございます。さあ郡山までもうあと少しでございます。大丈夫大丈夫大丈夫だからね。およそ300メートル先、左方向です。今夜の宿が見えてまいりました。ホテルアルファワン、ビジネスホテルですね。左方向です。その先、左方向です。いや、久しぶりに来ましたね。左方向です。その先、右方向です。到着いたしました。バッチリ、宿に到着いたしました。はい、現在時刻17時12分、まあ、7時半ぐらいに家を出てるので8、9、10、11、12、1、2、3、4、5、まあ、10時間ですか。10時間もかかってしまいました。じゃあ部屋の方に入りましょう。やっと宿に着きました。はい、無事に宿にたどり着きました。先ほどチェックインしたホテルがですね、ちょっと予約したホテルと違いまして、今ちゃんとした予約したホテルアルファワン郡山、こちらにたどり着きました。今日はこちらで一泊させていただきまして、明日からですね、福島県内の海寄りのこちら側をねぐるぐる回りたいと思います。また引き続き明日の動画もお楽しみください。ということで、ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。